はるみさん、こんにちは。管理室用で皆さん、この新規転生機とアイラ使ってますでしょうか？まあ、この子特殊状態解除めっちゃすることができるから強かったりするんやけど、地味とこの毒でのダメージとかも強かったりするんで、今回はですね、その毒をさらに強化していきたいなと思います。まあ、スカルマグラでもいいかなと思うんやけど、僕は今回ね、このカメちゃんラケットですね。まあ、これはですね、毒状態の相手に与えるダメージプラス 30% することができて、ギアショット打ったら相手をワンポイント間束縛して毒レベル2にすることができるんです。で、この束縛と、まあ、地面型ギミックの特殊状態解除がいい感じに噛み合うので、まあ、これを使っていくっていうのと、まあ、スロットスキルに関してはスタミナダメージプラス 10% と毒状態の相手に当たるダメージプラス 50% っていうことで、捕まえたら体力も枯れるし特殊状態も枯れるっていう最悪な状況っていうのを作っていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。最低レートは2675で、コルネと新生ウスロと MVP セレナということで、いやーちょっと新生ウスロは打球効果無効と地面型ギミック無効があるから、アイラじゃね全く無理なんですよ。だからまあ俺は MVP セレナを入れてる感じではあるんやけど、まあどっちの方がじゃんけん強いかって話やねんけど、多分相手の方が強いよねまあまあそこは頑張って PS でカバーしろよってところかもせえへんねんけど、そこはどうしようかな。これ SS 俺ルカでは絶対打ったらあかんねんな。まあどうしようかな。でもパラライかかってしまったないやもう早めにするした方がいいわ。どうせ決まりようがないから。でこれでアイラに変えたら相手は、まあ、ドリンクもあるし M セルで来るんよね。あじゃこれはちょっと初手アイラの方が良かったんかな。ちょっとレズ打っとく。わ決まったん。でかすぎん。それギミック置けるな。次ギミック真ん中に置こうと思うんやけど、まあそうだよね。まあその子で来るよね。ただまあその子まだ SS は打てないと信じてるから、その間に捕まえようと思ったのにもう打てんの。早っ無理やってじゃドリンク来るまで粘るか。ドリンク来るまで粘れたら嬉しいねんけどな。アイラも地面向こうついてるやんな。あれついてないかな。でもなんか別に走りそんな遅くないから粘れる割と。あドリンク取ってしもうたそれはよくないで。でまあまあまあそれで来るんやったら俺はこの子で行くよと威嚇をすると。で来ないのであればアイラで行くよというこのじゃんけんをやっていきたいんだけど、まあまあまあ表のとちゃうくん来るやんM 戦の子良かったかな。でもドリンクもう取ってしまってたからな、これはちょっとどうしようもないよなM セルミラーじゃちょっと今ドリンク的に勝てないから、まあちょっとアイラに変えて、まあ SS も貯めれたと。ただ相手も SS 貯めれたから、いやー分かれへん、どうしたらいいのそれで打ってくんのか。どうしようかな。一応まあエリアめっちゃ広がる靴は剥がしてあるから。うわそうや。あーもう終わった。俺もうだってサーブ2回やろ次。もうほらレシーブ勝ちやん相手もうキモいわそんな。勝たれへんやそんな。やばすぎ。よいしょ。真ん中まあ一応置いとく。一応真ん中置いとくね。うん、まあ、特殊状態解除できるはずもないけども無理だよ。で相手あれで来るんやろ、あのコルネで来るんやろ。あ違うんや。違うけど、まあ、めっちゃドリンクいっぱいいっぱいやからもう全然攻め放題だとしかもドリンクあっちに行くし。いや強すぎるやろその遠征。すごいぞお前。いやー俺も新キャラが欲しいよ。よいしょ。あドリンク来た。やったーとSS ちゃい。はい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 。もうゴリ押すしかない。あいいね。ギミック効いてるよ。ギミック効いてる。オッケーラッキー。いやこっから逆転できたら嬉しいけどな。いや頼むって。いやまあ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  M セレミラーやったらまだまだまだあるよ。あやっぱこんなとこで使ったらもったいないって。もったいない。わやべ。あドリンク来た。うんうんがすごい。 SS 来るだろ。オッケー。でこれは普通に返そう。でこれスペシャルで馬返せたかもせえへん。マジか。無理だよそんな編成はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思うんですけど、相手ネタが2378で、まあ、MVP シロと、まあ、月見とあとリリカって感じか。まあ、リリカは多分月見のね、ドリンク取得時の SS 回転率上げるために入れてるって感じかな。まあ、一応特殊状態解除もできるけどって感じかな。というわけで、まあ、初手はまあ、対決ルカで、まあ、この子は、この子はというかこの子関係ないね普通にまあこれヘビーフラットで打ち上げないためにですね、全部グッド以上で返していけたらなと思ってるんやけど、決まれ。よしでどうしようかな。もうこれは交代するべきなのか。あ白で来るんであればもう特殊状態解除入れに行こうか。ただ相手は打球効果無効はあるからそれでの特殊状態解除はできひんのよ。だからまあギミックでの解除になるんやけど、相手がどんだけ踏んでくれるかによってくるんで、まあそのために今回はこの、あそうか、この何やったっけ、トルチェラケットを使ってるんやけど相手打球効果無効やから意味ないとあ入ったラッキー。いやこれでかいで、ね、やっぱりまあ神聖ウツロさえいなければ普通に使えるんよ。マジで神聖ウ
つの才いなければあと M セレも、まあ、ちょっと嫌やけど、まだまし、その新生うつる M セレが来たらもう無理やけど、だからもうあの子だけがいなければいいんよ。ただ使用率、昨日勝率使用率レポート出たやんか、それの中に入ってなかったから、もうほぼ相手に来ないと思っていいんじゃないですか。まあ、結構来るけど実際結構来るけど、まあまあ月見ほどは来へんから、まあ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 とか思いながらやってるんやけど、まあこれはちょっとこれやったら打ち上げへん方が良かったな。普通にスルーした方が得やったような気がするけど、まあいいでしょう。あ、どうしよっかな。一回ちょっと交代しよう。一回交代して前で SS 打ってくるでしょ。あ、そうか、この子交代時とかではないから体力回復せえへんけど、まあ点をうまいこと決めていって、でまあこれアイルでいったら勝ちでしょ。え、その子で来んの。うえい、もう勝ちですこれでは打って、まあ、これだけ有効化向こうに防がれます。真ん中置きます、ドロップ打ちます、もう勝ちよ。ドロップ打ちます、で次飛び散る球でドロップ打ちますやいいね、刺さったら超強いからって感じやね。はい、というわけで3戦目やっていきたいなと思います。最低ネタ2565で、まあ、コルネと M セレとマヤということで、マヤ未だに下方修正来てないからね、なんでやねんって感じやけど遅すぎ、あの後継者もチビキャラ来へんしさ、まあ、なんかチビキャラ作るデザインが難しいみたいな、なんかデザイン難しいから作るの時間かかんねんって言ってる人おったんで、まあそれは信じるとして、まあ今まで下方修正とかさすぐ行われてきたのになんでマヤはそんな時間かかってんのかな。調整が難しいんから、もう普通になんか体力からしてんのがちょっと強めやから、まあ言うてね、まあ燃焼向こうで防げるからそれはまあどうでもいいんやけど、だいぶの回数を1回減らしてくれるだけでも全然変わってくるから、もうそれでもいいような気がするけどな。てかなんなら今アイラで得意状態回避できるから、もうそんなになんか、まあ別にまあ弱くなるに越したことはないんやけど前よりかは俺は困ってないから、まあ今までもね、俺中野ミクで得意状態解除として、まあ、対策するっていう方法を取ってたんよ。だからまああの俺からしたらあんまり関係はないかなって感じやね。でまあ相手がまあコルネで来てくれることを俺は今望みながら戦ってるんやけど、全然無理やねんけどやばいやばいやばいって頼むって、あい、これは来たんちゃう。あ、でもドリンクあるやん。でもいけるいける、これ動かんかったらスペシャル打てます。でここ返す、あ、無理だ。いやほんまこれちょっと連打性能がちょっと厳しいな。うわ04でいやいや俺もアイラを信じてるよ。アイラで、まあ、まず高速だ、まず高速して体力を枯らしていきます。あー決まる、早すぎ。これはもうちょいね相手に耐えてもらって体力ギシギシなくさせようっていう作戦やってんけど、まあ、そんなことは無理でしたね。あれなんで相手打ち上げたんやろ。ギミックの分がちょっと残ってたんかな。やばいって、それはイレバンギミックあるわ、やばい。うわラッキーすぎる、めっちゃラッキーやそれ。でこれ真ん中にちゃんとハリーの、はい。で次からまあどうしようかな、一回捕まえるか、一回捕まえて、あやべ、あーマジか、あーもう俺今回あれやわ、どこだけ使ってる意味ないわだから僕のラケットはやらない方がいいですね。あとそんな使えないっす。だからまあおすすめとしてはなんだろうね、普通にヘリオでも強いと思うけど、まあ SS 確実に打って相手の得意状態解除するっていう考えなのであれば、あのあれでもいいと思いますよ。シルビアラケットとか、あと最低者ラケットもまあ普通にサテライト軌道出て、まあ SS に回復することもできるんで、それでもいいでしょうし、もちろんリーダーラケットでもいいと思うし、だからそういう系か、あとまあオラクルでまあ点を決めに行くとかかな。一応まあそのドローショット系のラケットとかも強かったりするとは思うんやけど、1回しか打てないから、なんか今ってさ1回だけじゃないやん。オラクル何回も打てるし、ヘリオも SS 何回も早くできるから、まあ、それを考えると、まあ、そういう何回も系がやっぱ強いなと思ってくるんで、僕はそっちのやつをおすすめするかなって感じやね。これワンチャンあるんちゃん。あい、誰で来んの、 M3 で来んのか。おマジマジ、おい、これではまあ後ろの方でね取られてしまうと、なんていう、その打球効果無効みたいなことできるよ、後ろの氷取ったらね。だから今相手体で取ったからあれやねんけど、まあ得意状態中で多分相手後ろで取ってくるんです。後ろで取ってきたら打球効果無効になります。で2回目のやつギミックは効くんやけど、ギミックを前の方で止められたりとか、まあ前の方で止めるときは体で取るから、まああの打球効果無効ないあの子にとっては得意状態解除食らってしまうので、それは多分やってくることはないと思うんですけど、うわラッキー。あの後ろの方でまあこの陣とか取られてしまうと結構厳しいなって節はあったりするんで、まあどうかな。あでもそうか、一応俺がちゃんと着弾したところにしか行かへんかね。なんていう、その相手が取った場所にギミックが出るわけじゃなくて、自分が真ん中タップした真ん中に着弾したところにできるから、絶対ギミックでの解除はできんねえ。だからコルネ単体やったらいけると思う。うん、これ勝てそうやね。でうつろが一緒におったらやっぱ厳しい。だからうつろ持ってる人はもうクレイ最強かなって感じから、うんけどまあアイラは普通に強いキャラだと思うんで、あのアイラ持ってる方はぜひともね使っていただけるといいんじゃないかなと思っております。ではこれでまあいい感じにドロップとかして打ち上げさせたりとかして、まあこれは星花火で決める感じかな。というわけでぜひ使ってね。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。